おはようございます。よくいらっしゃいました。こう暑いとね、この、教会に本当に来るだけでも大変だと思いますけども、本当にようこそおいでくださいました。教会に来られた方はね、お互いに顔を見合わせて、ああ生きてたねっていう、なんかこの安否確認のようなね、役割を教会が果たしているような感じがしておりますけれども、本当にね、もう生きているのが不思議なぐらいいろんなことがありますね。でも生かされているという恵みを今日もね、味わいながらまた共に礼拝を進めていきたいと思います。今日はですね、心の時代の福音というテーマで、心の時代のキリスト教という、去年、出しました本の中からお話してますけども、今日の話はこの本の中には書いてない話です。不安の話なんですね。で、これ書き終えた後でまた私が、いろんな時にこの気づいたり学んだりしたことがたくさんあるわけですけども、そのうちの一つですね、不安ということですけども、そもそも私たちの体にはですね、感覚そして感情というものがあります。不思議なぐらいもともと備わっているものですね。で、感覚っていうのは痛いとか熱いとか寒いとか臭いとかですね、そういう、もちろん逆もいいあるんですよ。心地よいとかね、いい匂いだとかそういうのもあるわけですけども、このネガティブな感覚っていうのは、痛いっていうとね、痛いっていうのはこれはこのまま行くと怪我するぞっていう、そういうサインですよね。暑いっていうのはこのまま行ったら皮膚が焼けるぞっていうサインだし、暑いこのまま行くと熱中症になるぞっていうことを、体が感じてるわけですね。で、よく最近ね、熱中症の報道というのはあって、で、熱中症になる方の多くは暑さを感じなくなってるんですね。だからその室内で30度超えていてもエアコンをつけないと、それは決してその節電してるっていうわけじゃなくて、むしろ暑さを感じないですね。実はうちもうちの家内はあんまり暑さを感じない人で、私はすごい暑さを感じるので、いつもここで2人で揉めてるわけですけども、私が外から帰ってくるとすぐにエアコンをつけるんですけどね。家内は何が暑いのみたいな感じの涼しい顔しておりましてね、だから私がいなくなるとちょっと家内が熱中症になるんじゃないかというのが私の心配なんですね。あんまり暑さを感じない、ただでもそれでも暑さを感じなくても別に熱中症にならなければいいですけども、やっぱりそれがね、度を過ぎてしまうと、病気になったり熱中症になったり、やっぱりその感覚っていうのは神様が与えてくださった、アラートというかね、この警告なわけですね。であんまり寒いところ、そのまま寒いと風邪ひくよって言ってるわけですね。で、臭いっていうのはですね、これは神様が与えられてる本当不思議なものだなと思うんですけども、これ食べるなっていう信号なんですね。匂うっていうのはでも不思議だと思いませんか。なんか食べちゃいけないものって変な匂いがするんですよね。でもこれ実はその食べ物から発する匂いと人間の感覚のこれは合同作業なんです。だから両方がちゃんとそのことが分かってないと起こらないことです。だから腐っていったとしても別に変な匂い出さなくてもいいんですよね。だけども腐っていくと変な匂いを出して人間に食べるな食べるなって言ってくれてる。こういうのはやっぱりこう統括的にコントロールされてないと起こらないことです。やっぱりこれは神様がお作りになったものですね。暑くなるとね、いろんなものが傷んだりしますけども、必ずちょっと匂い嗅いでね、この時期大丈夫かなと思って食べますよね。で、感情もやっぱりこう何らかのね、役割を果たしてる。で、怒りの感情って前にもお話ししましたけども、これは敵を倒しなさいって言ってですね、怒りっていうのは
敵だっていう敵対する感覚ですね。悲しいっていうのは休みなさいっていう感情ですね。悲しいっていうのはおそらく喜びっていうのはよし頑張ろうという、まあ、信号だし、そして今日お話しする不安というのは何か悪いことが起こるかもしれないというそういうこういろんな警告をね発してる脳が出してるシグナルだと思うんですね。まあ、今日は不安についてお話しするんですけれども、まあ、だからもともと不安というのはその神様が与えてくださった人間のまあ感情とも感覚ともこうつかないものって言われてるんですけどね。不安というのはちょっと独特なものですけれども、良い不安と、ね、悪い不安があるんです。良い不安というか必要な不安というのは例えば暗闇に対して私たち不安を持ちますよね。暗いと見えないものをよし暗いぞと思う人はいないんですよね。やっぱり暗いと不安に思うわけですね。それはなぜかというと暗闇の中に何かいるかもしれない、何かあるかもしれないという、まあ、警告を不安が発してくれてるわけですね。あるいはまあ今だといろいろ自然災害がありますけども、そういうものに対する不安であるとか、あるいは犯罪に対する不安であるとか、そういうのはこう身の安全を守るための不安で、まあ良い不安なわけですね。警戒レベルを上げていく。だから不安に思わない人はやっぱり犯罪にも遭うし、自然災害に遭った時に、まあ遭ってしまったり、あるいはその備えができてなかったりするわけですね。まあ人によって本当にこの辺のレベルというかね、感じ方は違うと思いますけど、非常にこう警戒レベルの高い方ね、不安の強い方はしっかり守るし、そうでない人はあんまりやらないしということになるんですね。まあでもこういうのは人間が生存するために必要な不安です。生存のための不安でも良くない悪い不安もあるんですね。心を蝕んでいく不安がある。例えばね、老後の不安っていうのはね、良くない不安、明日生きてるかどうかわからないのに老後どうしようかなって不安に感じてるんですね。あるいは孤独一人になるんじゃないかとかね、何か失うんじゃないかとか、そういうこう不安、まあ多くの人たちが感じるものですけども、でもこれは健康的な不安ではありません。まあもちろんその老後の不安があってこそ、なんかね、こうお金の備えをするとか、いろんなことを準備するとかということもあるかもしれませんけども、むしろこう精神的に、自分は一人になるんじゃないか、年を取ったらどうなるだろうかというようなことを考えることは決して健康的な不安ではない、あるいは失敗とか貧しさとかね、病気とか、そういうこう、うまくいかないことに対する不安強く持ってる人がいますね。人によっていろいろ違いますけれども、あとわけのわからない不安っていうのもある。なんとなく朝からざわざわするみたいなんですね。で、不安は対処しない、正しく対処しないとですね、いろいろこの反応が起こってくると言われてるんです。はい、まあこれは何かの本かなんかに書いてあったものですけれども、不安に対処しないとどんなことが起こるかというと、他人に過干渉になると。他の人についついこう干渉的になっちゃう、あるいはイライラする。不安が強くなってくるとね。だからまあ逆にこういうのは知っておくとですね、なんかイライラするなっていうのは、もしかすると自分の中に不安が、何かの不安が大きくなってるかもしれないというふうにも捉えるわけですね。あるいは人によっては攻撃的になったり暴力的になったりする。確認行動が増えたりとか、仕事や決断が遅くなったりとか、原因不明の身体症状が出たり、体の調子を過剰に気にしたり、あるいは薬やアルコールや過食になったり、自傷行為が起こったりですね、あるいは引きこもったりと。今引きこもるというのはまあ極端な言い方ですけども、まあ要するにその外交的でなくなる、そのね、閉じこもりがちになる。でこういうのはこの不安にうまく対処できていないときに起こると考えられています。でさらにこのまま放っておくとですね、こう病気になっちゃう。不安障害という病気があります。この、不安障害を持っている方は結構多いです、はい、私も何人かお会いしましたけども、不安障害の方っていうのは多くの場合はその、まあ、何らかの不安の原因がある方が多いんですけど、でもずっと放っておくと、もう原因が分からなくてもとにかく何か不安だと、何か心がざわざわする。で不安でもう動けなくなっちゃうんですね。そういう
まあ、本当に病的な、そうなるともう薬を飲んだりしないと、何もできなくなってしまうということがあります。それからまあ、パニック発作が起こっちゃうんですね。不安がひどくなってもう急にその汗が出たり、あれ震えてきたりして動けなくなっちゃったりする、ね、いきなりパニック発作にならないですよ。そういろんな要素があって特にまあ不安がどんどん強くなって、パニックになっちゃう。あるいは強迫神経症という、まあ、本当に怖い病気ですね。難しい病気ですけども、まあ、これもそもそもやっぱり強い不安が引き金じゃないかと言われてますね。確認行動を何度も繰り返したりとか、家を出てもまた鍵がかかってるかどうか繰り返しちゃう。10回も20回もしまいに家から出られなくなったり、こういう病気があるんです。強迫神経症、手を洗ってもう30分も1時間もずっと手を洗ってしまう。なかなか治すの難しい病気ですけれども、やっぱり最初はこう小さな不安でそれをうまくこうコントロールしていないとそういうことになると言われています。で最近この脳の仕組みっていうのがね、いろいろ分かってきてますけれども、この不安を司っている脳の場所っていうのがね、分かってきているそうなんです。すごいですね。どうやってやるんかなと思うんですけども、多分こう不安があるとそこだけふわっとこうなんかね色が変わったりなんかするんじゃないかと思うんですけど、肺内側前頭野というところが主に不安に関係してるんだそうです。僕も見たことないんで分かりませんけども、そういうふうに、言われていて、で、まあ、前頭葉ですね、前の脳の前の方で、人間の脳の前の方の横ってですね、前の横だ、この辺で、こう不安になるとね、斜め上を見るんですよ人間、なぜだか。どうもそれと関係しているそうです。肺内側前頭野がこうシグナルを出しているので、こう不安になる、あっ、こう斜め上をこうそんなことないですか。まあ、物事を客観的に見る機能を持っているところらしいんですね。で、肺内側前頭野はこの、まあ、何かきっかけがあるとこの肺内側が不安と認識する。でそこのね、肺内側前頭野がこう、あ、不安だ不安だなと。で通常だったら大体、まあ、長くても 2,30 分でその不安は収まっていくんですよ、ね、あ、不安だなと思ってもスーッとこう収まっていく。ただなかなか収まらない、なかなか収まらない不安に対してそれをこう生理的に抑え込んでしまうと良くないんですね。で人間はそういう時に例えばアルコールを飲むとかね、その不安を抑え込もうとして、まあ薬を飲んだりとかそういうことをすると、このどんどんですね、肺内側前頭野がね弱くなっちゃう。不安に、対応できなくなっていくらしいです。で、まあ、アルコールは肺内側前頭野にねすごく影響するんです。だからアルコール依存になる人の原因は一つそこにあるんです。もともとやっぱ不安が強くてそれを抑えようとしてアルコールを飲んだり、でアルコールの量とどんどん強くなりますからね、そうするとそれがどんどん効かなくなっていくんですね。でアルコールに依存していくと。だからアルコールを飲んで、まあ、その要するに脳の考える力を抑え込んでるわけで、まあ、麻痺させてるわけですからね。でも決して不安は取り除かれていかないので、どんどんそれがこう強くなっていくというね。まあ、日本人は本当にアルコールに弱い民族なんですね。アルコールに弱いというのはアルコール分解酵素が少ないという弱さと、そしてアルコールに対する危機感が薄いというかね。でアルコールに対して、まあ、これはあんまり関係ないですけど、倫理感が低いですよね。飲んだ上だったら何してもいいというようなところがまだどこかにあるという、非常にまあ残念な国民性がありますけれども、まあでもその不安を紛らわすためにアルコールを飲むとどんどん肺内側前頭野が弱くなるから、ますますアルコールに依存するという良くない循環が起こる。逆にですね、座禅をしている人はですね、肺内側前頭野が、ね、分厚くなるそうです。瞑想とか、ね、するとね、はい、してる人は
あの肺内側前頭野がね強くなるそうです。それから信仰を持ってる人も肺内側前頭野が分厚くなるそうです、はい、だから皆さんねしっかり信じて信仰生活を送っている中で肺内側前頭野がね無意識の知らないうちに強くなってますから、はい、で今日はちょっとそれでもね不安になった時にそれを収めるリラックス法をちょっと教えたいと思います、ね、まあ軽い瞑想みたいなもんですけどもちょっと皆さんやってみましょう、はい、いいですか皆さん、はいね、教会の説教を聞きに来たんだけどなんかまあでもこれは本当に役に立ちますから、まず楽な姿勢で座ってください、ね、で軽く目を閉じて、はい、いいですか、はい、体の力あんまり入れない抜いて ね、で小川が流れる情景を思い浮かんでください。皆さんの頭の中に小川を流してください。どんな小川でも結構です。今まで見たようなね、こう美しい小川を思い浮かべて、その小川にね、葉っぱを流してください。どっちからでもいい、右からでもいい、左からでもいいし、葉っぱが上流からこう流れてきます。その葉っぱにあなたの心に浮かぶ思いを乗せて流す。ああ、明日どうなるかなとか、ね、ああ、あのことどうなったかなとか、そういうこう心配をね葉っぱの上に乗せて流してシューッと下流にさようならってこう流していく。で途中で引っかかったとか沈んだとかあっても大丈夫ですから。またもう一回乗せて。でこれをですね1日10分から15分ぐらい目を開けてください、はい、寝ないでね、はい、でこれをやるとですね脳がね涼しくなってくるんです、ね、脳が涼しくなる。脳の中にこうスーッと風が吹いたようにそういうこうなんか感覚になるんだそうですね。だから皆さんねなんかちょっと不安に感じたなとかあなんかちょっとイライラするなとか、そういう時にちょっとこれやってみて、ね、座ってねだから、まあ、いつもの小川を頭の中にこう浮かべて心配なことを乗せてこう流していく、ね、で不安をコントロールするために大切なのはですねやっぱコントロール感覚だって言われてるんですね、うん、で結局その不安というのは、まあ、未来に対するものですよね。これからまだ起こっていないことを不安に思うわけですけどもその、まあ、心理学的に言うとこの自分が操縦しているというその感覚を持っている人は不安に強いと言われてるんですね。だから、まあ、言ってみれば自分が自分の人生をコントロールしているっていう感覚を持っている。で車に乗ってる時ですねハンドルを持ってる人は安心してます、ね、運転手はね。でも助手席に座ってる人は不安なんです、ね、この人大丈夫かなと思って心配で乗ってますね助手席の人はね、本当にこの運転手はぶつけずに運転してくれるのかなと思って、不安になってる。だからこの、まあ、私たちの人生において自分がハンドルを握っているかどうかというこの感覚がすごく大切だと心理学的には言われているんですね。でさらにはね不安を利用しましょうと。不安はね成長の機会だから自分を知って生き直すチャンスだとも言われている。不安を感じたことっていうのは結局そのことに自分はとらわれていたり不安を感じるということはそこに自分の弱さがあったりするから自分自身を知るためのチャンスだと。で心理学者のロロ・メイという人はですね不安はパーソナリティを貧困化するという、ね、不安に負けてるとね不安を負けてると人格が弱くなっていると小さくなっちゃうというようなことを言っています。まあ、結局は腹のくくり方が大切だっていうんですね、うんうん、うわよしわよしっていうですね腹のくくり方が不安に、不安に立ち向かうためのものだと。まあこれが一般的なね心理学的な不安の話なんですけども聖書の中にもね不安の話はいろいろ出てきます。で一番不安になったのはですねイエス様の弟子たちです。これはヨハネ福音書の13章14章ぐらいを読むとそこに出てくるストーリーですけどもイエス様がもういよいよエルサレムに来てねそして、いわゆる、まあ、最後の晩餐ってね弟子たちと食事をして弟子たちは最後だと思ってないですよ、お食事をしている時にイエス様が突然
私はいなくなるって言われる。あなた方は私を探すだろう、私が行くところにあなたたちは来ることができないとユダヤ人たちに言ったように。まあ、他にも何箇所か似たようなところがあるんですけれども、まあ、簡単に言えば私はいなくなっちゃうよっていう、まあ、弟子たちにとってはですね、これはもう聖典の霹靂ですよね。まあ、ガリラヤでイエス様に呼ばれて弟子になってね、ついてき全部捨ててついてきてエルサレムまで来たわけですよ。もういよいよエルサレムに来たから、イエス様がまあメシア宣言をして王様になって、ローマに対抗して自分たちもイエス様の右腕左腕になる時が来たなと思ってたら、イエス様がさようならって、もう私はいなくなるよって、であなた方は私を探すだろう、でも私が行くところにあなたたちはついてくることできない、って。まあこれはね、弟子たちにとっては本当にもう大きな宣言というかね、不安にもう落とし入れられた瞬間。まあ皆さんもね、本当に大切な人が、頼りにしている人がね、もう私あと3ヶ月でいなくなるかもしれないとか、もう1ヶ月で転勤でいなくなっちゃいますとかね、もう私はあなたのそばにはいなくなるって言ったら、それは誰だって不安になると思うんですけど、まあ、弟子にしてみたらイエス様がいなくなるっていうのはもう本当に最高の不安ですよ、これね。で、弟子たちいろんな反応しましたけども、まあ、やっぱり弟子のリーダーのペトロですね、こう言いました。主よ、どこへ行かれるのですか。で、イエス様が、いやそんなことあんた知らなくてもいいんだって。で、あなたは私についてこれないって言ったんです。でもペトロはそれに対して、主よ、なぜ今ついていけないのですか、あなたのためなら命を捨てますって、こう啖呵を切っちゃうんですね。ペトロらしいですね、この辺がね。まあご存知のようにこの後ね、知らないと3回言うんですけど、まあペトロの反応はこういう、こうまあちょっと無謀なというかね、反応ですね。で、現実主義のトマスですね、彼はですね、まあこう言いました。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません、どうしてその道を知ることができるでしょう、ね、どこに行かれるか知りませんが、その道を教えてくれって言ったね、ついていくからっていう、ね、具体的なね、現実主義のトマスですから、そう言って、まあ、不安を言葉にするわけですけども、まあ、もちろん他の弟子たちもそれぞれにね、不安を口にしたと思いますね。イエス様どういなくなっちゃうんで、もう とても受け入れられない、信じられない宣言で、その弟子たちがこの不安に思っているということをイエス様はもちろんよくよく分かっておられました。そしてその弟子たちに対しておっしゃったのがこの14章の16節、有名なね、私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にしてくださる。君たちが不安になるのはよく分かってると、でも心配するな、私がいなくなっても別の弁護者が父によって使わされてくる、その方が永遠にあなた方と一緒にいてくれるから大丈夫だという。まあ弁護者といっても、まあ当時弁護士がいたわけではないんですけども、まあこれはギリシャ語ではパラクレートスという言葉で有名な、パラっていうのはそばに、クレートスって呼ばれてきた人ということ、要するにそばにいる人という、英語の聖書ではヘルパーとかね、カンファルターとかっていうふうに訳されてますけども、まあ、そばにいてくれる人、私はいなくなる、ね、この肉体を持って地上に来られたイエス様はこの地上から去っていくと、でも別の、私がそうであったように、ね、弟子たちにとって私が弁護者だった、そばにいたわけですけども、でも私はいなくなるけど私の代わりに弁護者を使わそう、そうイエス様は約束されるわけですね。で、私はあなた方にをみなしごにはしないと、あなた方のところに戻ってくると言われてる。でももちろんその肉体を持って戻ってこられるわけではありません、ね、この別の弁護者として戻ってこられる、その、まあ、別の弁護者とは聖霊と呼ばれるわけですけれども、この聖霊は
でしかし弁護士はすなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方に全てのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。自分の代わりに使わされてくる聖霊が何をするか、ね、何をするかということが書いてある。不安になって心配になった時に聖霊は大丈夫大丈夫、ね、私が一緒にいるから、ね、そうやって、励ましてくださるとは書いてない。必要なものを備えてくださるとも書いてない。あなた方に全てのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださると書いてある。つまりイエス様がおられなくなって弟子たちは不安になってるわけですね。でもイエス様がお話になったことを教えてくださったこと、それを聖霊が思い起こさせてください。ああイエス様はああいうふうにおっしゃってくださったな、ああいうふうになさったな、イエス様がイエス様ここにおられたらこうされるんじゃないかな、イエス様はこういうふうにしてくださるんじゃないかな、ということをこの聖霊が教えて思い起こさせてくださるから、ね、何かあっても大丈夫だよと。これが聖霊の働きだとイエス様はおっしゃるわけです、まあ、イエス様の代わりにね。イエス様は目に見える姿として人間の姿をとって来られましたけども、ね、そのままずっといたらですね、世界に一人しかいられないわけですから、みんなのそばにいないですね、うん、みんなイエス様のそばに行くとイエス様の周りに何十億の人間がぐちゃっとなっちゃうわけですから、そうはいかない。でも聖霊はイエス様の代わりに全てのイエス・キリストを信じる人たちのところに来てくださって、しかも永遠に一緒にいるとか、イエス様は一時しかいらなかったけれども、聖霊は永遠にいて、そしてあなた方に全てのことを教え、私が話したことをことごとく思い動かさせてくださると約束してくださるわけですね。そしてイエス様はこうおっしゃいました。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。まさに心を騒がせ、怯えてるわけです、不安に、ね、それに対してイエス様は、私はあなた方に平和を残すよと、まあ、これは新約聖書とか旧約ね、平安と訳してますけども、まあ、心のを穏やかにすると、ざわざわしてる心を穏やかにしてあげるよと。でもそれは世がやるような方法じゃない。この世がやるような方法であなたたちの不安を私は除かない。私がやる方法は特別だと。それは聖霊によって私たちの心にイエス様のことを思い起こさせて、そして全てのことを教えるという方法によって私たちの心のざわざわを取り除いてください。だから、まあ、今日は、ね、不安の話をしましたけども、うん、腹のくくりが大切だとか、ね、リラックスが大切だとか、それもちろん、大切なことですけども、でもイエス・キリストを信じる者にとってのこの不安の解消は聖霊によるということです、ね、この世はできません、うん、いくら頑張っても。だから心理学の本には出てこないんです、これは。第5章、聖霊による不安の取り除きたことは出てこないですよね。これは教会でしか聞けない話です。でもイエス様は、いや神ご自身は私たちが不安になることをご存知です。で、最初にも言いましたように、不安というのは人間が危険を回避するために必要な感情なんです。不安のない人は危ないんです、逆に。私のように。あんまり不安を感じない人間は危険なんですね。だけどそれでも、そんな私でも不安に感じることはある。それをイエス様はよくご存知で、私の代わりに聖霊を送ったよと、聖霊があなたの心に語りかけるよと、今私がいたらあなたに何と言うか語りかけるよと、それをもってあなたの心のそのざわざわを収めるよと、平和を与えるよって言われたんですね。そして、まあ、最後の言葉ですけれども、そうおっしゃったイエス様は、
ね、今日の御言葉はこのコロサイですけれども、天にあるものも地にあるものも見えるものも見えないものも王座も主権も支配も権威も万物は御子において作られたからです。すべては御子において作られたんだと。御子こそが創造主である。そして万物は御子によって御子のために作られた。御子のために万物は存在しているんだと。だこれは、まあ、結局のところね、すべてのものは御子によって作られ、そしてすべては御子のために存在しているんだから、私たちは個人的にさまざまな不安を抱くかもしれないけれども、すべてはこれは御子が作ってくださったもの、そして御子のために存在している、その御子が聖霊として私たちのところに来てくださっているわけですから、まあ、何を不安に思う必要があろうかということですよ。地にあるもの、見えるもの、見えないもの、天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、見えるもの、全部一切合切、王座も主権も支配も権威も万物は御子によって作られているんだから、何を不安に思っているのかというふうにも取れる。まあ、逆に言えば、私は天を作ってないし、地も作ってないし、見えるものも見えないものも作ってません。王座も主権も地位も支配も権威も私の手の届かないところにいます。でもイエス様の手には届いている。イエス様の手の中にある。そのイエス様が聖霊として私たちの地におられるわけだから。不安におののく必要はないということですね。皆さん、ね、私たちの地におられる聖霊は、皆さん一人一人のそのもちろん痛みも不安もご存知です。それに応えてくださる、そのことを信じて不安に任されないように、あるいはまた私たちがせっかくね与えられているこの聖霊の働き、主がここにいてくださるということを忘れないようにしていただきたい。お祈りします。天のお父様、私たちは生活のさまざまな場面で、あるいはまた人生の時々に不安に本当に負けてしまう、あるいはおののいてしまう、あるいは左右されてしまうということが往々にしてあります。しかしその時、私たちは大切なことを忘れている。私たちの人生は、いや私たち自身は私たちが作ったものではありません。イエス様はあなたが作ってくださったこの世界の中に、イエス様によって作られた私は存在しているし、またイエス様のためにあるこの世界の中に私は存在している。本当にそのことを忘れています。でもイエス様、あなたは私たちが心弱く、また不安におののくものであるということをご存知で、弟子たちに対して励ましてくださいました。私はあなた方をみなしごにしてはおかない、あなたのところに戻ってくると言ってくださった。そして聖霊として別の弁護者として永遠にいてくださると約束されていますから、感謝をいたします。どうぞさまざまな不安の中で、私たちは本当にこのあなたの使わせてくださった別の弁護者、聖霊の素晴らしい働きを体験することができるように、ああ本当に今イエス様がここにいてくださるなと、イエス様が今私に語りかけていてくださるなと、まさに不安のその嵐の最中で私たちが経験することができるように、あのガリラヤの嵐の中でイエス様の存在を本当に心から感謝した弟子たちのように、私たちもこの人生の一つ一つの不安の中でイエス様を体験していくことができるように、聖霊の働きを体験していくことができるように、そのことを通して天地万物をお作りになった方を褒めたたえるものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。
のお祈りをいたします。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度のように豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝終わります。ようこそおいでくださいました。また来週お目にかかります。